はい、本日は山部太投手、ヤクルトスワローズです。こちらの映像はプロ入り1年目の初登板の様子で、初めてねプロのバッターと対戦するね、まさにねプロ入りね最初の第1球を投げる様子でございます。1994年6月7日ね、対巨人戦でこちら神宮球場で6回表にね4番手のピッチャーとして登板したわけです。やはりプロ初登板ね、なんかねちょっと緊張しているのか、腕の振りがねいまいちなような気がするのは私だけでしょうか。ちょっとねコントロールもね定まってないような感じがしますね。そしてねワンエンド2から投げたねこの球をね、なんとセンター前にヒットを打たれてしまうわけでございます。いきなりねヒットを打たれてしまった山部ですね。まあ今日はこの山部の社会人時代のね活躍した映像から、後にねプロに入ってからね活躍するね2年目のね1995年ね16勝を挙げた時までのねチングの様子を振り返っていきたいと思います。あららららら、またまた打たれちゃいましたね。そしてこちらが社会人時代、都市対抗でのピッチングになりますが、社会人入りするまでのね高校時代のね旧歴というのを軽くちょっと振り返ってみますと、愛媛県のね八幡浜工業高校の出身で、1988年夏のね甲子園のね予選では準決勝まで進んだんですが、そこでね宇和島東高校を破ったところまでは良かったけれども、決勝でね松山商業に負けてね甲子園にね出場することはできなかったわけでございます。そしてプロからもね注目はされていたわけですけれどもね、まあちょっとね体の方のね不具合とかいうものもあってね、 NTT 四国社会人野球へと進んでいったわけでございます。NTT 四国にはね同級生同期でね高知高校からね一緒にね入社したのがこちらの西山和孝投手でございます。山部西山のね2枚看板でね、1990年からはね4年連続にね都市対抗に出場してるわけですから、球威ありますね西山は。プロ入りに関してはねこちらの西山の方がね1年先にね巨人にね3位指名されてね、富樫を先にプロ入りをするわけでございますね。そして再び山部の都市対抗のね映像に戻るわけですがね、2枚看板だったわけですから、まあね2人同時にプロリというのはさすがにね会社の方が難色を示してね1年遅れたというのがね理由ではないかと思うんですよね。当時はねなかなかね同じチームからね2人の指名というのはね基本的にはできなくてね、確かね会社がね許可をすれば OK だったようなね記憶があるんですよ。山部はね社会人ラストイヤーの1993年はねインターコンチネンタルカップ日本代表、そしてアジア野球選手権大会の日本代表にもね選ばれてね満を持してのプロ入りとなるわけなんですね。肝心の山部のピッチングですが、ストレートはねこうキレがありますよね。最速149キロと言われていますね。そしてねこのねスローカーブがねアクセントとなってねいい武器になるんですよね。まさに社会人ナンバーワンサウスポーのね呼び声にふさわしいピッチングですよね。プロとしてはね当然ね争奪戦になったわけで、そしてこの年から始まった逆指名制度でヤクルトスワローズを逆指名して、ヤクルトドラフト1位で入団することとなるわけです。そしてね冒頭の続き、プロ入り1年目のね初登板のこちら様子ですけれども、やっぱりあのねカーブいいですね。これこれこれ、このカーブなかなかいいじゃないですか。こちらの試合ねなんか最初ねポンポンとヒットを打たれたんですけどね、徐々にね腕がねよく振れるようになってきてね、結局ね3回ね無失点でね切り抜けるからね、やはりドラ1のピッチャーですよね。そしてねこの年は16試合にね登板して、そのうちね11試合が先発、1勝6敗というね、まあね期待されたほどのね成績はね残念ながら残すことができなかったんですね。そしてねこちらの試合、この河合からねプロ初奪三振を奪ったわけでございます。そして迎えるバッターは松井、おこれもまたスローカーブできましたね。このカーブなかなかいいですよね。だいぶね腕がね触れてくるようになって、おおもっと遅いカーブ102キロですか。これは次ね、おっとこれまた変化球ですね。あスライダーですか。20キロぐらい差ありますよね。ここでねこのストレート来たらね、この緩急差っていうのはなかなか松井もねしんどいんじゃない。おっとこれ最後振らされましたねカーブを。松井の後ね、そして迎えるバッターは落合ですね。まあ1年目からねこういうね強力巨人打線とやっていればね、それはね2年目飛躍するぐらいまでね成長しますよね。やっぱり
ここはねやっぱり落合はねやっぱ怖いところですけどね、おっとストレートをすくい上げてこちらセンターフライでねなんとか打ち取りましたね。そしてお次はキャリアハイとなる16勝のね成績を残したプロ入り2年目、1995年のピッチングでございます。やはりね2年目ね1年目のねこういろいろなね経験がね生かされてるピッチングですよね。気のせいかストレートの球威が1年目よりもね速くなってるような、まあ、キレがねより増してるんですかね。これなんかそんな感じしませんか。この年は31試合にね登板、そのうち25試合が先発でね16勝なわけなんですよね。なんとね6試合をね後半戦はねリリーフ中継ぎでも投げてるからね、本当にね先発にリリーフにねフル回転したシーズンだったわけですよ。翌年もねスタートはねよくてねオールスターぐらいはねバーッと勝っていくんですけれどもね、肩を痛めた影響でね最終的にはね7勝でね終わってしまうんですね。この肩のね故障が影響してかねだんだん成績がね悪くなっていくというかね投げられないね試合もね多くなっていくわけですよ。そして1999年ねちょっとね復活かなというかね6勝するわけですが、まあその後はね主にねリリーフでのね登板がねだんだんね多くなっていくんですね。それでも2003年はねリリーフで34試合に登板してね防御率ね 1.05 というね良い成績を残すんですが、その後ね2年後はねもうねほぼほぼワンポイントリリーフ、まあ、左のねワンポイントという起用が多くなってね防御率もね9点台6点台とね振るわない成績になっていったわけです。故障怪我の影響でね本来のねポテンシャルがね発揮できないままねだんだんとね成績をしてね登板もできなくなってね引退していく選手も多いわけですけれどもね、もうねいろいろね動画をねこう作ってみて思うんですけれども、今言ったようなね選手ってね他にもねたくさんいるわけですけれどもね、私がね思うにねこれ完全にあの個人的なね感覚のものを言いますけれども、ヤクルトの選手ってねなんかねじゃってね多い気がするんですよね。パッとね思いつく感じで、ね、名前を挙げたらね伊藤智人、岡林洋一、高野光、そしてね荒木大輔でしょ、そしてねまあ最近で言ったらあの佐藤義則ね、そしてまあ長くはやったんですけれども立山もね結構シーズンとかをね繰り返してて、なんかねヤクルトのねピッチャーってね怪我がね多い気がねするんですよね。それでねなんかこう活躍した期間がね短いピッチャーがね多かったね気がするんですよ。山部もね結局ねそのねうちの一人にねなったようなね、本当故障がなければという選手ですよね。アマ試合の活躍、そしてねドラフト時のね評価からすればねちょっとね物足りない成績に終わったピッチャーだと思います。本日はヤクルト山部投手でした。最後までご視聴していただきありがとうございます。では